こんな感じでいいですか？もっと派手に動いた方が。いいえ、不自然になっては元も子もないわ。このくらいでいいでしょう。はあ、まさかこんなことになるなんて。紅様と踊ってくれないと意味がないんですって言えればどんなに良かったかしらね。おっと、失礼。いえいえ、この任務に挑むにあたって紳士の振る舞いを叩き込まれましたから。それは紅様に向けてもらうために教え込んだ振る舞いですけれどね。でも思わず手をついた胸板、思ったよりがっしりしていて。って違う違う、私がそんな風に感じてどうするのよ。どうしました、あやめさん。なんでもないわ。ずるいわ。これだけ若いのに年上の私を心までリードするなんて、男性として意識しちゃうじゃない。そろそろ紅が脱出する時間ですね。あやめさん、最後のあれやりましょう。え、
あれって、あだ、ダメ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 よ。だってあれは紅様をその気にさせるための女の本能を揺さぶるような仕掛けだもの。行きますよ。それじゃあこっちも脱出しましょう。カウントしますね。